オーストラリア国立博物館は、オーストラリアの首都キャンベラ北部にある、国立博物館。この国の社会史の資料の保存と解釈に取り組み、重要な課題や人々、出来事について調査する。1980年、オーストラリア政府は、オーストラリア国立博物館法に基づき組織を、設け、高級的な建物を持たないまま収集事業を続ける。 2001年3月11日、専用の建屋が王立キャンベラ病院の跡地に正式に開館した。博物館を上空から撮影館内正面玄関、坪庭博物館の建物は建築プロジェクトの管理者で設計し、ハワード・ラガットが手掛け、オーストラリア人がそれぞれ抱える人生単を縄の結び目で象徴する。ラガットは語った。 オーストラリアの物語は一つではなく、多くが絡み合っていると捉えた。一本の定型化された物語ではなく、矛盾をはらんだいくつかの像がより合わされ、単に違いを解くというよりも、違いを心から受け入れることでもある。基本テーマに従って、結び目に見立てた本館を中心に置き、綱の端もしくは断片が進展する。そのうち、大きく、弧を描くように伸びて、 通路の屋根を形作る一端は、厚いズの横を通ると地面に接し、まるで巨大なリボンがほどけたようにゆったりとしたカールで終わる。形はちょうど国の内陸に位置する天然のランドマーク、そっくりであり、ウルルの軸という概念で、都市計画家、ウォルター・バーリー・グリフィンが博物館とキャンベラの都心を結び、オーストラリアの先住民の精神との結びつきを象徴する。 さらに、以下の建物群と関連付けがされている。統合のコンセプトには、もつれた概念という発想を採用し、建築物のスキームには次のように様々な概念が組み込まれた。英文展示、名と当館の基本図は、ユダヤ教のダビデの星を分割し、リベスキンドが、ベルリンの博物館設計に際して描いたジグザグの線を正確に再現している。 オーストラリアの雑誌ザブレティン2000年6月号が初めて東洋の類推を掲載し写し取られたと知ってリベスキンドは怒りを隠さなかったという。対する設計からガットは表説ではなく引用であると反論した。当時のドーン・ケーシー館長ドーン・ケーシーは評議会でこの設計案を承認したとき誰も込められたシンボルに気づかなかったと述べた。 建物の外壁に使われた、耐食性アルミパネルの多くには、単語展示その他の記法で書いてある。メッセージには、友情、彼女の方が正しいなどが含まれ、謝罪しますや、私たちが犯した皆殺しを許してほしいなど、物議を醸しそうな言葉や言い回しも含まれた。これら論争の種となりそうなメッセージは、読み取れないように、銀色の円盤で展示を覆って隠してある。 結び目の主題は、正面玄関の形に引き継がれる。脳型体の建物の表面には、結び目を中から押し付けて、輪郭をなぞったかのように突出して見える。対象型から抜け出した複合体は、博物館らしくない外観を意図しており、ドキッとするような色使いや角度、見たこともない空間、思いがけないところに突部があったり、予測を裏切る、表面処理を施してある。 正確な分類は難しいとしても、東博物館本館は、チャールズ・ジェンクスの新しいパラダイムの一例と捉えることができ、また脱構築主義建築の特徴も見出される。展示で表した言葉の中に、リザレクションシティ、復活の日があり、その意味は、この敷地にかつて建っていた王立キャンベラ病院を取り壊してさらちにした時に死者を出したことなのか、そこに、 博物館を築いたことなのか、あるいはオーストラリア先住民とヨーロッパ系入植者との和解なのか。この語句をラガットはメルボルンのストーリー会館の外装タイルにラベルとして記しており、メッセージについて述べた。この建物にとっては何か大きなものを目指すこと、その周囲の追想の数々にも関わるのだと思う。建築志向と管理はレンドリースで、 完成年は2001年である。中央展示室2006年12月29日の夜間に低気圧が激しい雷雨を伴ってキャンベラを通過し、当館は管理部門の屋根に甚大な被害を受けた。積もった氷の重さで屋根が陥没。 電気の配線が露出し、間内は床に2センチメートルの雨水が溜まった。また当時はオーストラリアの海南救助員ライフサーバーを主題としたオーストラリア画家の展覧会を行っており雨漏りで絵画数点が濡れた。当館の主展示室には被害が及ばず収蔵資料あるいは収蔵庫も無事であった。翌々日には臨時休館を解いており修理費用は 総額50万オーストラリアドル帳とされた。本館にあった管理部門の移設のため2012年に専用の新棟の建築に取り掛かる。カフェは一時休業し、バーリーグリフィンコを望む一角に移して、室内と屋外に席を設け、年内に営業を再開した。カフェの分の空間が広がった玄関ホールには、当館の収蔵品の車両など大型の収蔵品を、 展示できるようになった。新しい管理棟は2013年半ばに落成、旧管理棟と本館を結び、外装の鮮やかな色タイルは、QR コードを描いている。5万年のアボリジニの遺産、1788年、以来の植民者の定住、オーストラリアの連邦時代や2000年、シドニーオリンピックなどの主要な出来事を紹介する。先住民が、 樹皮に描いた絵画の世界最大のコレクションや石器、チャンピオン競争バファーラップ号の心臓、ホールデン第1号の施策を収蔵する。また、オーストラリアの民族をテーマに、ブッシュレンジャーから海南球場まで展示会を企画し、巡回展示を組織する。出版事業は、書籍、展示図録、機関紙を発行し、研究センターは、オーストラリアの過去、現在、 未来について発想や議論の活発なフォーラムとして学際的なアプローチから歴史に取り組む。新しい革新的な技術を取り入れて特に地域社会に向けた普及活動プログラムは国際的な評判を高めている。2003年から2008年まで博物館は学生の政治フォーラムトークバック教室を主催した。所在地は アクトン郊外の半島であり、オーストラリア国立大学に隣接する。バーリーグリフィンレークバーリーグリフィン湖畔の敷地にはかつて、王立キャンベラ病院が立ち、老朽化から取り壊しが決まると1997年7月13日に爆破解体を公開したところ死者が出るという悲劇的な経緯があった。高齢のオーストラリア観光大賞において、2005年と2006年に、 オーストラリアの主な観光名所オーストラリア S メジャーツーリストアトラクションに選定された。キャンベラ首都特別区の主な観光名所の指定は2003年から2007年の5年連続で受けている。1956年式プロパート社製のキャンピングトレーラー等間の収蔵品はオーストラリア歴史資料ナショナルヒストリカル。 コレクションと呼ばれ、総点数は21万点帳である。主題は三つあり先住民とトーレス海峡諸島民の文化、1788年のヨーロッパ人入植者以降の歴史と文化、人間とオーストラリアの自然環境の相互作用である。東館ウェブサイトに掲載した主な収蔵品を紹介する。また東館は、先住民の遺骨を郷里へ返還するまで、 暫定的に預かっている。世界の博物館から、アボリジニの遺骨を回収する事業の一環であり、それぞれの高地に戻そうと1400体が保管されている。発行年順。突起した場合を除き、英文。バス、市営バスアクションの観光ルート81番891番で、国立博物館前下車、徒歩200メートル。バス停は、 レノックス交差点を挟み、平日は7号線、週末は934号線に移る。無料の循環バス101番は、館から、徒歩およそ15分のニューアクトンに停車。キャンベラ1日ツアーには、博物館に立ち寄る日程もある。徒歩もしくは自転車、アクトン市内とバーリーグリフィン湖畔を結ぶ遊歩道を利用。歩行者と自転車の共用道である。 自転車ラックは、正面玄関脇に設置。タクシー、シェアライド、正面玄関脇のループの下、タクシー乗り場の標識のところで待ち合わせ。各社の電話番号。博物館の来館者向けの駐車場は専用のほか、共用駐車場がある。専用駐車場、1時間2.5ドル、または1日料金12ドル。発見機は休憩コーナーにあり、 効果、高価または、クレジットカード利用か紙幣は使えない。博物館の受付で両替できる。共用駐車場、専用駐車場が、満車の時は、以下の施設を利用できる。駐車券は、市内各地の国営首都公社が管理する、駐車場でも利用できる。パーリアメンタリートライアングル地区内のクエスタコン、クエステークン。 オールドパーリアメントハウスオールドパーラメントハウスの NCA カーパークを利用できる。ただし、国立美術館、国立肖像画美術館、アクトン視聴者は対象外である。本文の出典ではないもの。分類別、発行年順。突起した場合を除き、英文。ありがとうございます。